皆様、本日はユニセフシンポジウム、子どもの命を守るためにお越しいただき誠にありがとうございます。まず開会にあたり主催者を代表いたしまして、日本ユニセフ協会専務理事、早見健よりご挨拶を申し上げます。どうも皆さん、こんにちは。お忙しいところ、本日のシンポジウム、子どもの命を守るために、ご参加いただきました。本当にありがとうございます。ご承知の通り、ユニセフは世界の子どもの、権利を守る、そのために働いている国連機関でございますけれども、子どもの権利というものの筆頭に上がってくるのは生きる権利でございます。ユニセフの創設以来、これが一丁目一番地でございます。そういうおかげさまでですね、近年子どもの生存という観点から数字の上ではすごく改善されてきております。1990年当時、子どもの5歳未満児の死亡数というのは1270万人あったわけですけれども、それが、近年560万人、まで減ってまいりました。それでもこの560万人という数はですね、日本の子どもの5歳未満全員の数より多いんですね。ですから毎年、日本の子どもの5歳未満児の数と同じだけ以上の子どもの命が世界では失われているという状況でございます。この命を守るというのはやはり非常に大事なことでして、私ども東日本大震災の後被災地で子どもの支援に当たったわけですけれども、真っ先に手がけたのがやはり子どもの命を守る、特にその乳幼児の健康を守る、命を守るというところに最大のポイントを置きました。例えばですけれども、母乳育児とか育児全般の、相談に乗るためのホットラインを開設したり、それから失われた機材や車両等を提供して、自治体による、乳幼児健診の、早期再開を支援すると、こういったようなことをやってまいりました。先ほどの560万人という子どもの死亡数ですけれども、そのうちの約半分はですね、実は5歳未満って5年間の間なんですけれども、半分は生後、28日未満の新生児なんですね。その改善がない限り、この5歳未満の子どもの死亡数の改善というのは非常に険しいものになるということでございます。すべてとは申しませんけれども、多くが予防や、治療可能な、死ということになります。これまで特にこういった乳幼児に対する、ヘルスケアの恩恵を受けにくかった貧困層、それから、遠隔地、それから障害のある子ども、こういったような、子どもたちへのアクセス、これの改善が絶対に必要な状況でございます。ユニセフはそういった公平性という言葉で言い表しておりますけれども、手の届きにくいところにいる子どもたちに手を差し伸べると、これをポリシーとしてやってきております。でこの考え方は一昨年採択されました、いわゆる、持続可能な開発目標 SDGs、 これの、コンセプトでもあります。 No one will be left behind、 これが SDGs の、精神です。実際にこれを現実に行うというのが、今回の、この、シンポジウムの目的でもございます。昨日までの2日間にわたってユニバーサルヘルスケアフォーラム UHC フォーラムというものが、東京で開催されました。本日はこれに登壇したユニセフの専門家お二人、それから、日本で地域医療、まさにこの手の届かなかったところにちゃんと手を続けてきた方々、それから国際保健の分野で活躍されている方々、それから企業の立場からですね、このユニバーサルヘルスカバレッジ、これを推進しておられる方、そういった方々の参加のもとに、日本の経験をどのように生かして幼い子どもたちの命を守っていくかということについて考える機会というふうにしたいと思っております。限られた時間ではございますけれども、どうぞ皆様も議論にご参加いただいてですね、より良い、子どもにとってより住みやすい、生きやすい社会を作っていくために何ができるかということについて共に考えていただければ大変幸いに存じます。本日は本当にありがとうございました。続きまして、外務省国際協力局
国際保健政策室長、住学様よりご挨拶を頂戴いたします。ご紹介ありがとうございます。外務省国際保健政策室長の住でございます。今日はお集まりいただきました。ありがとうございます。まず最初にユニセフ東京事務所及び日本ユニセフ協会の皆様、本日はお招きいただきまして誠にありがとうございます。先ほど、早見専務理事の方からもお話がございましたが、一昨日と、UHC フォーラム2017が東京プリンスホテルで開催されまして、安倍総理をはじめ、そしてレイク事務局長もにもご出席をいただきながら成功裏に終了することができました。そうしたことで今回のこのサイドイベントというのはこの UHC フォーラムのサイドイベントとして行われているので、私がお招きいただいたということでございます。まず最初にユニセフと外務省との関係について少しお話しさせていただきながら、一昨日に行われた UHC フォーラムについて少しお話をさせていただければと思います。まずユニセフでございますけれども、これはこの機関は日本の外交上ですね、またはその援助政策上の非常に重要なパートナーであるということは間違いございません。これはユニセフと日本の関係は非常にこれまでも良いものを築き上げてきております。そしてユニセフには中東やサブサハラアフリカ諸国をはじめとします紛争や自然災害等の影響によって多くの子どもたちが貧困であるとか栄養失調、そして病気で苦しんでいる、そして暴力が蔓延して世界各地で子どもが危険にさらされる中、日本がバイラテラルでできないところをユニセフは専門性を生かしながら子どもたちの助けるという活動をこれまでにないほどやっておりますし、この重要性というのはますます高まっているという状況であります。そして公平性原則を掲げまして、最も脆弱な子どもたちへの支援に重点を当てるこのユニセフの使命と活動というのは、我が国の主要な外交政策であります人間の安全保障というものをまさしく機を逸にするものでございまして、政府としても今後もさらに協力を強化していきたいと考えております。日本は長年にわたりまして、人間の安全保障の観点からこの国際保険を重視してきました。とりわけ日本の強みを生かしてユニバーサルヘルスカバレッジを推進してきたわけですが、2015年には SDG の一つとしてユニバーサルヘルスカバレッジがターゲットの一つとして入りました。そしてこれは UHC というのは誰一人残さない、取り残さない、そういった社会の実現を図る上で不可欠な要素であります。でこうした考えのもと、昨年の G7 伊勢志摩サミットにおいて日本は議長国として初めて首脳レベルで UHC のその推進を掲げたわけでございます。その後も TICAD6 におきまして UHC in Africa ということの発表であるとか、今年の国連総会の機会を通じてですね、 UHC の重要性というのを広めてきたわけでございます。UHC を推進するにあたりましては、UHC というのはいろんな要素が関係します。その中で、特にそのユニセフに対しましては、現場でのですね、強い発信力、そして現場での高いデリバリー能力、そうしたものを、そして地域との関係、コミュニティとの関係、そうしたものとの関係を非常に重視するユニセフとの協力を重視しております。現在の戦略計画の中では、保健であるとか、栄養、水衛生、HIV/AIDS、教育、子どもの保護、社会的包摂という7つの分野を掲げておりますけれども、少なくともこの最初の4つは特に強く UHC の推進に直結する活動であります。また、感染症ワクチンの供与であるとか、保健システム強化、そして栄養支援、衛生教育、衛生設備などの、衛生設備の整備などに加えまして、最近ではアーリーチャイルドフードディベロップメント、ECD と呼ばれる乳幼児期の子どもの発達にかかる支援や啓蒙にも積極的に行われております。最初の1000日が大事だという部分です、ございますけれども、またガビワクチンアライアンス等のガビというワクチンを所管している国際機関があるんですけれども、そことのパートナーとも協力しまして、非常にそのワクチンをですね、価格を下げるという努力をして、そうすると価格が半分に下がれば、それは倍の子どもたちに行き渡るわけですので、そうした活動につきまして、日本国政府としても高くユニセフの活動を評価しております。来年以降、新しいユニセフの戦略計画が執行されることになりますけれども、その中でも保健分野での活動に焦点が当てられておりまして、引き続き我が国としてはユニセフとの関係を強化していきたいと考えております。また、今回、今日もお見えになっているとお聞きしておりますけれども、武田薬品の方、またリクシル、
あとはその保健衛生関連の日本企業のパートナーシップ、こうしたものが進んでおりますし、栄養分野におきましても、例えば味の素さんがアフリカにおいて、その現地の作物を使って、どうやってその栄養の製品を作り上げるのか、こうしたような活動が進められておりまして、今後、日本企業との協力っていうのがさらに期待されるところでございます。以上がその、ユニセフと外務省との関係でございますが、昨日、そして一昨日に、ユニバーサルヘルスカバレッジフォーラム、2017が開催されました。先ほど申し上げましたように、安倍総理が出席するとともに、国連事務総長、そしてユニセフ、レイク事務局長、世界銀行総裁、そして、WHO 事務局長、そうした方々がお集まりになりまして、国連機関の代表、そしてあとはグローバルファンド、ガビといったトップが来まして、いろんな国連機関、国際機関のトップが集まりました。でこれは一つの機関だけではやっぱり一つの機関それぞれ強みがあるわけですけど、一つの機関だけではこのユニバーサルヘルスカバレッジは達成できないんだと、だからみんなが協力しながら進める必要があるというようなことで集まってもらいました。でかつ、大統領、セネガル大統領、ミャンマー大統領が集まったんですけれども、このユニバーサルヘルスカバレッジっていう定義は、基本的な医療サービスに、財政的なリスクがない形でアクセスできるということが定義になっております。でもこの財政っていうところが実は非常に重要でして、サービスがあってもお金がかかって破産する人が非常に多いという状況なので、こうした意味でも、例えば国内で言えば財務省の関係、そうすると保健省がどうやって協力しながらそのシステムを作り上げるのかっていうのは非常に重要になります。そうしますと財務大臣と保健大臣の上っていうとやっぱりトップなんですね。首脳のコミットメントっていうのがこのユニバーサルヘルスカバレッジを達成するに非常に重要になります。こうしたことが議論になりました。そしてユニバーサルヘルスカバレッジ、これについて基本的な人権だからこれは当然進めるべきだという人もいます。またこれは経済成長につながるんだからやっぱりやるべきだという主張される方もいます。そして先ほどお話もありましたが、サステナブルディベロップメントゴールズ SDGs の全ての分野にこのユニバーサルヘルスカバレッジは重なるんですね。教育であるとかジェンダーであるとか水衛生であるとか様々な分野に関わるわけです。そしてまたそうした分野を進めることによってユニバーサルヘルスカバレッジも進む、そうした関係にあるわけですが、そうしたような重要性をだからこそユニバーサルヘルスカバレッジが重要なんだということがこの2日間議論がなされました。非常に有意義な会議でして、いろんな問題点も明らかになりました。重要性はみんな主張しても、じゃあそれをどうやって進めるのか、そうしたことについてもパイロット国を定めながらじゃあ具体的に進めよう、でもやっぱり国が中心になりながら国連機関、国際機関がサポートしていくんだ、そんなようなことも決まりました。そして昨日東京デクラレーションという形でこのユニバーサルヘルスカバレッジに対する共催者間の思いというものが成果文書としてまとまったわけでございます。そしてユニセフと関係する分野におきましては、水と衛生、そして栄養という分野が UHC の基本的な、その UHC を支える基本的な分野として位置づけられ、その中そうした分野にきちんと日本国政府としても投資するんだということで、トータルとしてユニバーサルヘルスカバレッジに、プレッジ、これ今後数年間で、日本政府としてはこれだけお約束し出すことをお約束しますという数字を29億ドル約3300億円投資するということを決定いたしました。それが昨日安倍総理から発表されたわけであります。ユニセフの関係で言いますと、その子どもへの投資、今日の話で言いますと、その子どもの命を守る、子どもへの命に投資をする、これはまさしく未来へ投資するっていうことだと私どもは考えております。これは安倍総理もそのように強く訴えているところでございます。日本国政府としましては、今後ともこのユニバーサルヘルスカバレッジを達成するために、そして、子どもたちの命のために、でそして、ユニセフをサポートしていきたいというふうに考えております。本日のこのサイドイベントで様々な分野の専門家の方々がお集まりになりますが、議論していただきますけれども、有意義にで示唆に富む議論になることを記念 しまして、私の開会の挨拶をさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。それではこれからユニセフ本部で保健分野を統括する専門家、ステファン・ピーターソンよりユニバーサルヘルスカバレッジ、残された課題と新たな挑戦と題した基調講演をさせていただきます。Executive Director Hayama, Dr. Sumi, ladies and gentlemen, Hayami, 専務理事、そして住室長、誠にありがとうございました。それでは、
我々を東京にお迎えいただき誠にありがとうございました。そして UHC における日本の指導力リーダーシップに感謝をしたいと思います。私は大学教授でもありますので、UHC とは何なのかをまずご紹介したいと思います。 I would like to say that during the Millennium Development Goal period, まず2000年から2015年にかけたミレニアム開発目標の期間において子どもの死亡率は目覚ましく改善をしました。5歳未満児の死亡率、乳児の死亡率に関して1990年においては約3000万人の死亡であったのに対して、これが1200万から600万人といった形で目覚ましい減少が見られました。しかしながら課題は残されています。新生児の死亡があまり大きく改善できていないのです。ミレニアム開発目標においては達成しましたが、しかし5歳未満死亡の中の半分が新生児の死亡であるという問題が残りました。また死産に関しましては約260万人であります。これに関してはまだカウントも統計データも十分にございません。そういった中で誰も取り残さないという我々の使命を叶えるためにはまだまだなすべきことが多く残されています。このような短期間に人類が死亡率をここまで大きく減らしたということはかつて歴史がないほどの改善であります。しかしながらこのような改善は不均等性も伴っています。すなわち最も裕福な子どもたちに比べると最も貧しい子どもたちが5歳の誕生日前に迎え死亡する確率というのは約2倍であるのです。これはユニセフにとってもまた世界の各国にとっても非常に大きな問題であります。つまり国家間の際、そして国家の中におけるさまざまな不公平不均等に目を向ける必要がありません。しかしながら日本政府はユニセフを大きく助けてくださいました。というのも日本は1961年私が生まれる1年前からユニバーサルヘルスカバレッジを実証してくださっているからです。我々ユニセフとしましては日本で開催されました UHC フォーラムを心から感謝しております。日本のリーダーシップが力強く示され、その事例についても本日ご紹介いただく予定です。また日本政府がグローバルコミュニティに対して指導力を発揮し、ユニバーサルヘルスケアに関するパートナーからのコミットメントを取り付ける上でサポートしてくださいました。今後 UHC はプライマリーヘルスケアを通じて実現していかなくてはいけません。不平等をなくしていかなくてはいけません。そしてヘルスケアへのアクセスだけでは今後は不十分です。アクセスだけではなくクオリティ質も重視していかなくてはいけません。これは磯島宣言とも襲ったものであります。アクセスと質、この2つの重要性が伊勢志摩宣言でも謳われました。 SDG 誰も取り残さないという目標だけではなく、私の母国スウェーデン、もしくは日本国にとっても例えばエボラのようなパンデミックが発生しないように国民のその健康を守る上でも非常に重要であります。さてこのスライドはとても大学教授っぽいスライドになりました。さてユニバーサルという言葉、これは普遍的、つまり全ての人を意味しますが、しかし
ユニセフとしては公平性を重要な方針としておりますので、まず女性、子ども、そして不利な状況にある方々を対象としています。またこの H はヘルスケア、保健医療ではなくヘルス、健康を意味しています。つまり予防ですね、ワクチンや母乳といった治療に限らないさまざまな対策を重視しております。また教育、そして清潔な水、そしてトイレなどの衛生状況の改善も必要不可欠であります。そして C はカバレッジ、保護保障を意味します。すなわち各国の事情に合わせたケアのパッケージが必要だということです。ザンビア、私の同僚がおりますが、でポールさんですね、シオラレオネ、スウェーデン、日本、我々のヘルスチームのチーフでありますが、各国ごとに事情が異なりますので、保護や保障の内容も異なるべきです。そして我々としては今後どこに一番焦点を当てていくべきかと申しますと、疾病、疾患のコントロールという意味では、この一番下に参考文献を示しておりますが、ほとんどの命は実は地域レベル、コミュニティレベルで守ることができるということが研究で実証されています。妊産婦、新生児、そして子ども向けの保険パッケージ、これを考えますとコミュニティレベルで240万人の命を救うことができます。プライマリーヘルスケア、プライマリーヘルスセンターのレベルも大変重要であります。80万人の命を追加で救うことができます。そして、病院に関しましては、特に妊婦、そして新生児の命を救うことができますので、ここでさらに90万人の死亡を回避することができます。そういった意味でユニセフとしましては、 UHC はコミュニティ、地域で始めるべきであり、病院だけにとどまってはいけないということを強く主張しています。そして治療だけではなく予防も含めなくてはいけないと考えております。さて、地域保健医療システムはどのように今後向上するをすることができるでしょうか。まずこのスキームの中心に母親、そして新生児、乳児が生まれます。しかし彼らはもしかしたらコミュニティの医療従事者、ないしは医療の第一線の職員が必要であります。またヘルスセンター、プライマリーレベルの施設のサポートも必要となります。さらに薬、ワクチン、その他さまざまな包括的な保健医療システムのサポートも不可欠です。薬、データ、そしてそれを監督するシステムがないと適切な保健医療システムは提供できません。そういった意味ではシステム、総合的なサービスが重要であります。しかしながら人々はコミュニティで暮らしています。サッカークラブに属していたり、若者のクラブに属していたり、そういったさまざまなコミュニティのメンバーであります。実際エボラ出血熱を西アフリカでコントロールする上ではコミュニティが大変重要な役割を果たしました。そして保健医療というのはさまざまな関係者がいます。例えば学校、教育機関は大変重要な役割を果たします。そのためにも世界的な政治のリーダーシップが不可欠であります。多くの場合このような議論はテクニカルな技術的な話になりますが、ユニバーサルヘルスカバレッジというのはより政治的な意思を必要とするプロジェクトです。我々は日本の果たしてくださったリーダーシップに大変感謝をしております。スミス室長、誠にありがとうございました。
また政府だけではなく市民社会のアドボカシー活動も必要不可欠です。皆様の本日の参加に大変感謝をしておりますし、ユニセフもすべての人々の健康の権利について声高に訴えていきたいと思います。ユニセフは世界中の政府が地域保健医療システムを形成するサポートをいたします。そして多分野横断的な統合的なサービスを提供できるよう支援してまいります。皆様のご支援に感謝するとともに、皆様に申し上げたいことがあります。私のように皆さんは高齢ではありません。今後長いキャリアが控えています。ですのでぜひ皆さん、グローバルのヘルスケア、そしてユニセフでのキャリアを検討してください。すでに何人もの日本の同僚がニューヨークで一緒で働いています。また山口さんがポリオ、それから緊急支援にも携わっています。また北様のサポートを受けまして、ぜひユニセフの試験を受けていただきたいと思います。日本人的に控えめではなく、私はこれができる、こういった能力があるといったことを自信を持っておっしゃってください。そうすれば国連機関で働くという機会も開かれてくると思います。ぜひ皆様の今後のキャリアに成功をお祈りしますし、世界中で皆が健康になるようにぜひ大きな役割を果たしていただきたいと思います。ありがとうございました。ここからパネルディスカッションに移ります。パネリストをご紹介します。まず佐久総合病院国際保健医療科小児科医長の坂本雅彦さん、岡山県保健福祉部健康推進課長の山野井久美さん、武田薬品工業株式会社 CCPA-CSR ヘッドの玉室俊夫さん、ユニセフ本部事業局保健セクション上席アドバイザーのデイビッド・ヒップグレイブ、コーディネーターは2015年まで30年間ユニセフ職員として世界各地で活躍され、現在関西学院大学で教壇に立たれている久木田淳さんです。久木田さんが現役の職員でいらっしゃった時期、ユニセフは子どもの生存革命をスローガンに、子どもの命を守るための最初の世界キャンペーンを展開していました。本日はその時のエピソードもお話しいただけるかと存じます。それでは久木田さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日はようこそいらっしゃいました。私は1986年に、ユニセフに入りました。それで、当時はですね、ユニセフに入りますと、今 CSR というとね、コーポレートソーシャルリスポンシビリティですけども、その当時はチャイルドサバイバルレボリューションと、ね、子ども生存革命ということで、ユニセフに入ると、まあ、まさにね、どうやって子どもの命を救うかということが非常に重要だったんですね。そしてそれを推し進めるための、まあ、一番のアプローチというのがプライマリーヘルスケアでした。ですから私は社会心理学が専門なんですけども、ユニセフに入って最初にやったのはプライマリーヘルスケアでしたね。そして予防接種でした。そして一番最後にね、私が務めましたのは、中央アジアのカザフスタンでした。それまでアジア、アフリカ、いろんなところで仕事をしたんですけれども、一番最後の国カザフスタンにですね、アルマータというところがあります。ここで1978年にそのプライマリーヘルスケアが宣言されたんですね。ですから私にとっては自分の、キャリアの一番最後にその美しいね、天山山脈を望む素晴らしい綺麗な街ですけれども、そこでプライマリーヘルスケアが宣言されたというのを見てね、本当に感激したって言いますか、非常に、感慨深い思いでした。それで今日はですね、その、プライマリーヘルスケアなんですけれども、今ステファンが説明してくれたようにですね、子どもの命を救うためにはコミュニティの役割っていうのは非常に重要です。もちろんファミリーの役割も含めてね、コミュニティの役割って非常に重要なんですけれども、実は私長い間そのユニセフでアジアアフリカでねやってきたことなんですけれども、時々ね思うことがあったんですね。それはこれって
昔の日本と同じだということなんです。で、昔の日本というのは私のようには年寄りでね、昔の日本なんですけども、私が育った頃の、農村部というのはまさに最後のですね、プライマリーヘルスケアのこの何ですか、改善をしていた頃だというふうに思います。で、まあ皆さん信じられないと思いますけれども、高度成長が始まった頃の日本というのは、例えばですね、アフガニスタンくらいの子どもの、まあ生存率といいますかね、の死亡率がある村、地域があったんですね。で、それが改善されてきたということなんですけれども、その改善はですね、高度成長の恩恵を受ける前ですから、日本がこんなに豊かになる前の話なんですね。で、その時に何が効いたのか、プライマリーヘルスケアが進められたのかというとね、それは地域のリーダーの意思とか、地域の方々の、努力なんですね。で、それをつなぐ医療従事者であるとか、保健従事者、こういった方たちが、まあ、強いリーダーシップを取って改善していったということです。それで、私も、岩波から出てるね、新書で、本があるんですけども、自分たちで命を守った村というのがあるんですね。で、これは旧沢内村の村長さんのお話なんですけども、それから映画になった、高知県のね、離島沖ノ島で活躍された、保健師さんのような、そういうストーリーが日本にはたくさんありました。で、そこからですね、日本の今の姿があるということだと思います。それで、ですから、まあ、日本のやってきた取り組みっていうのは、途上国で必要とされている、そういう、問題解決のためのアプローチでもあるというふうに思います。で、今日はですね、まず、このあたりのお話を、沢内村っていうのは有名なんですけども、さらに、非常に有名な、日本の地域医療の先例としてね、長野県の佐久市というのがあります。佐久総合病院というのがあるんですけども、そこの、佐久総合病院の、国際保健医療科、坂本さんからお話をしていただきたいと思います。それから、さらにですね、ご自身も保健師でいらっしゃる岡山県の、保健福祉部ですね、健康推進課の山野井さんからも、そのコミュニティとの関わりをお話をしていただきたいと思います。それから今日はですね、もう一人、武田薬品の玉室さんですね。あれは玉室って読むんですけども、大変珍しい名前ですけども、子どもの命を守るために民間企業がやっていることは何なのかという話を、していただきたいというふうに思います。これまで、まあ、企業の話をしていただくっていうのはですね、これまで我々が活躍っていうか仕事をしてた頃っていうのは、国際保健の、まあ、アクターというのは主にユニセフとかですね、WHO だとか、それから国際 NGO ですね、メディスン・サン・フロンティアとかね、非常にアクティブな、まあ、アクターがいたわけなんですけれども、最近になりましてね、やはりその企業が非常に重要な役割を果たしていると。で、そのことはですね、以前からまあ分かっておりました。企業がコミュニティに入っていくためのね、方法を知っているんですね。末端まで売れているようなものってありますよね。村の奥までね、そういったその力を企業持ってるってことは分かったんですけども、でもこの力を、ユニバーサルヘルスカバレージとかプライマリーヘルスケアのためにどう使ったらいいかということですね。それをやはり見ていかないといけないということです。それで今日はそのお話をしていただきます。そうですね。それではまず坂本さんから、お話をいただきたいと思います。皆様こんにちは。佐久総合病院国際保健医療科の坂本と申します。本日は貴重な機会をいただきましてありがとうございました。それでは当院の地域医療の歴史について、ご紹介させていただきたいと思います。まず当院ですが、佐久総合病院グループとして、本院、医療センター、公務員分野を中心に、周辺の診療所と連携しながら診療圏を形成しています。当グループの中核である、佐久総合病院本院までは、東京から新幹線を使えば約1時間半の、距離に位置しております。
当院の理念をスライドに示します。佐久病院は農民と共にの精神で、医療及び文化活動を通じ住民の命と環境を守り、被害のある暮らしが実現できるような地域づくりと国際保健医療への貢献を目指します。農民と共にの文言、また国際保健の文字が理念の中に入っていることが大きな特徴と言えます。佐久総合病院の歴史についてお話ししたいと思います。佐久病院の歴史を語る上で、故赤月俊一名誉総長に触れないわけにはいけません。若月総長は1945年に佐久病院に赴任して以来、出張診療や全村一斉検診などさまざまな取り組みを行い、アジアのノーベル賞と言われますマグサイサイ賞を受賞されております。当院が発展したのは若月総長のおかげであると言って過言ではありません。そんな佐久総合病院の成立は1944年、当時は医師と看護師が一人ずつしかおりませんでした。1945年に若月が着任いたしました。当時の農村の社会背景をご説明します。敗戦直前の栄養事情の悪化で、当時農村死亡率、特に乳幼児死亡率は非常に高いものがありました。当時医者にかかるのは死亡診断書をもらうときですとか、手術すると農家半年分の米代金が飛ぶと言われ、医者にかかることは非常に難しかったようです。また住民には健康犠牲の精神が広がっておりまして、体に気を使い健康を守るという考えそのものが欠如して、病気に気づかない、もしくは我慢しながら厳しい労働に従事しておりました。そのような中、出張診療を当院は開始しました。1945年からですが、車の普及率も低かった当時、このように馬車に揺られて地域に出ていったようです。ポイントは3つあります。1つ目は潜在疾病の発見、2つ目は532方式、3番目は住民の教育です。まず最初の潜在疾病の発見です。当時は少々体調が悪くても我慢し、病気があっても気づかない、もしくは、これを潜在疾病と、呼びまして、病院に来る頃には手遅れのケースが少なくありませんでした。そこで院内に出張診療班を編成しまして、休日や時間外に巡回診療を開始しました。病院で患者を待つのではなく、自ら地域に出かけていくという組みでした。次に532方式ですが、これは病院の持つ力を10として、5を入院診療、3を外来、2を予防や健康管理活動に充てようという理念です。2が大きすぎることで、経営を圧迫するというジレンマがありますが、地域の病院としての存在理由はむしろこの2の部分ではないかという信念に基づいています。3番目は住民教育です。出張診療の後は必ず衛生講話と演劇をセットにして、予防教育に力を入れました。診療後の衛生講話は健康について分かりやすく説明するものです。農民が理解しやすいように難しい演説ではなく、分かりやすい演劇をという宮沢賢治の教えが背景にあります。医師や看護師が役者に扮し、保健や医療を題材にした演劇の上演を行いました。実はこの演劇の歴史は今も引き継がれておりまして、当院の病院祭で研修医が来場者向けに行う健康演劇へと受け継がれております。また近年、農村の高齢化が進み、佐久市の高齢化率は2016年には 28% に達しています。高齢化への対応は病院内の治療やケアだけではできず、院外の地域や活動に早くから取り組んできました。出張診療精神のもう一つの例として、今日はユニセフの会ですので、当院小児科の話をさせていただきたいと思います。小児科が中心となって行っている教えてドクタープロジェクトです。これは子どもの病気のホームケアや、病院受診の目安をまとめた冊子やアプリを出前講座の実施など行っております。また SNS の啓発なども行うプロジェクトです。こちらが出前講座の様子です。小児科医が市内すべての保育施設を訪問することになります。これは労力が必要なんですが、病院に来てもらうよりも啓発効果が高いです。こちらアプリです。冊子の内容を無料アプリにしています。無料にしたことで、いわゆる健康格差の是正に少しでも寄与できればと考えています。これは全国で利用可能ですので、教えドクターで検索されて出てきますので、皆様ぜひご活用ください。話が逸れてしまいましたが、出張診療とともにもう一つ忘れてはならないのが、1959年に始まった野鳥村と佐久病院による全村健康管理活動です。農民の医療費を減らすため、集団健康スクリーニングや定期検診を行い、健康相談も行いました。これは全国初の試みで、衛生指導員と呼ばれる人たちの育成もここで図られていきました。村ぐるみの健康管理では、まず健康手帳と健康台帳を準備し、健康診断を行い、その後に自己指導としての結果報告会を行いました。
写真はその健康手帳と健康台帳、健診報告会の様子です。健康手帳は地域を歩き回る保健師が血圧を測って手帳に書き込み、紹介状代わりに医者に通わせました。何年分もの情報を一度に確認できますので、普段との比較ができるなどの利点がありました。次に衛生指導員です。衛生指導員は住民から選ばれ、住民代表として健康管理活動に参加し、住民と役場のパイプ役を果たしました。受け身ではない自主的なこの取り組みを展開した背景には、住民の健康を守る活動は住民が主人公で、行政や佐久病院が主導ではどんな企画をしてもいい結果が出ないという信念に基づくものでした。これらの活動の結果、脳卒中死亡率の低下、入院件数の減少、国庫医療費の減少などが実現され、まさに予防は治療に勝るを実証しました。このグラフは八千穂村の老人保険医療費の推移ですが、ご覧の通り一番下の青ですね、八千穂村の医療費が全国平均よりも明らかにある時点から抑えられているのがお分かりいただけるかと思います。これらの活動はその後1978年に採択されたアルマータ宣言で唱えられたプライマリーヘルスケアの概念そのものでした。この地域住民と共同して住民主体を実現するために何が必要なのか、その住民主体を実現するために医療者ができること、それは地域住民側が自らの健康について意識を高める機会を作ることでした。そのための資格が巡回診療であり病院祭でした。病院祭は1947年から開催されています。これは院内でテーマごとに医療保険に関する事柄を分かりやすく説明する展覧会で、地元の祭りに合わせて行い、毎年2万人の来場者を集めています。これは現在の病院祭の様子です。実は昨年、ね、ミャンマーの、視察団が当院の病院祭を見学し、それをミャンマーでもやろうと、実施しました。病院祭の海外進出の写真ですね。最後のスライドになります。佐久病院からの提言です。行政、医療機関はもっと、地域に出ましょうということです。住民を真に理解し、連携しなければ、医療を作ることはできません。若槻の言葉を最後に紹介します。医療は民衆のものであり、民衆が作るものである。以上です。ご清聴ありがとうございました。坂本先生、ありがとうございました。私は佐久病院の活動っていうのは昔から大変興味がありましてね、今日またそれを見せていただいて、まさにプライマリーヘルスケアと、住民が自分たちのために主体となってやっていくというお話だったと思います。それもずっと昔からというか前からね、1945年に赴任されてから、若槻先生は、それからずっと、そういう取り組みを積み重ねてきていらっしゃるということだと思います。それではもう一つですね、地域との、関わりについて、保健師という部分に、焦点を当てて、山野井さんにお話を していただきたいと思います。皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、岡山県庁山野井でございます。本日は私も保健師です。で、岡山県には素晴らしい健康づくりボランティア、アイクイーンという組織がございます。そのアイクイーンさんと二人三脚で、進んでいきました健康づくり施策、それから昭和20年代から、行われてきたことに触れながら、アイクイーンの組織を作ったこと、それと同時に保健師教育をどう進めていって、そこと合致させ、それを県の行政組織にどう組み込み、今があるか、というようなあたりをお話しさせていただこうと思います。ご覧いただいているスライドは、実は私の職場からの窓から2週間前に写した写真です。実は窓から岡山城が見えてとても綺麗なんですが、普段はもう全くこのような窓は、背中に置きながら、進めております。まず、岡山県ってどこ?とよく言われます。実は中国地方の広島のよりも向こうとかって言われるんですが、有名人には高橋大輔が、スケートで有名になりました。それから、この会場の命名であります、橋本雅さんの、息子さんであります、橋本龍太郎さんの、出身地になります。人口約190万。それから出生数が現在 8.3 です。で、27の市町村がありまして、その中で約700名の自治体で働く保健師が活動を展開しております。で、これが大きな母子保健の展開図になりますが、新晴れの国岡山域域プラン、実は岡山県雨が降らない県で、全国1位なんですね。
で、その中で、新晴れの国岡山プランという、県の行政の大きなプランがあります。それの下部のプランで、岡山生き生き子供プラン。岡山県に住むすべての子供たちが、晴れやかで、笑顔で暮らせるような生き生きとした岡山を作ろうということで、5つの大きな目標の妊娠出産、それから希望する人が妊娠出産できてっていう環境づくりをしよう。それから子供の心と体も育んでいこう。みんなで子育てをする環境を作ろう、応援しよう、子育て家庭のサポートも行おう、それから子育てを守る制度、体制づくりを行っていこうという大きな5本柱をもとに、時代を担う子どもたちの幸せの視点と、心身ともに健やかに生まれ育つ視点、この大きな基本的な方針のもとに、これからお話を後でさせていただくのは、20年代の感染症予防、母子保健の劣悪な環境の中で過ごしましたお話をしますが、現在は少子高齢化、児童虐待、それから産後うつの問題があります。それぞれのパートナーの役割の中で、個人、家族の役割、学校、職場、保護者、マスメディア、行政、それぞれの役割の中で、本日はこの中の地域住民、こことの共同のお話をさせていただきます。で、この今、ももっち、これ岡山県マスコット、ももっちと言います。今、ももっちが階段を登って行きましたが、この階段の角度を、今はだいたい45度ぐらいですが、このみんなの力で、このなだらかな階段を、ちょっとこの半分ぐらいの角度の階段にできるように、一生懸命今、働きかけをさせていただいているところです。岡山県には素晴らしいボランティアがあると冒頭で申し上げましたが、愛育委員会という岡山県愛育員連合会という組織、それから岡山県栄養改善協議会という母子保健を中心に活動する健康ボランティア、これがすべての市町村にあります。約県下1万8000人が活動しています。それから栄養改善協議会、正しい食生活を進めていくボランティア、約7000人が車の両輪となって、本当に地域の健康づくりに関与していただいています。それと同時に、ボランティアだけができても、保健師というリーダーシップを取る専門職が育っていかないと、車の両輪にはなりません。保健師の歴史について触れさせていただきます。昭和初期、これ大阪の訪問看護教育を行いました、ホラさんっていう方がいるんですけど、そこの活動を県の職員、岡山県職員が活動を、視察に行き、話を聞きました。で、そこに感動もし、看護の知識ってやっぱり生活全般に取り入れる必要がある。これこそ、訪問看護師ではない、新たな保健師という、存在が必要なのではないか。ということで、岡山県の先人保健師がいたおかげで、その報告会をするんですね。で、その中で保健室の必要性ということから、その当時、県の、知事が医者であったということも神合い、先駆的保健師教育が始まってまいります。で、昭和16年、まだ戦前ですが、岡山県の、学校、保健師の教育を始める、学校が設立されます。で、その後に、ずっと教育は、続いておりましたけど、昭和34年ですね、学校保健の視点も必要だということで、地域保健、看護を基盤にした生活を見るという視点に加えて、学校保健の視点が必要だということで、新たな学校ができてまいります。で、その中で行政と共に行く愛育委員会が属するわけです。で、愛育委員さんが、現在の天皇陛下がお生まれになられましたときに、母子、愛育会が設立されまして、全国で母子愛育村が指定されております。で、岡山県の愛育委員会は戦前、結核伝染病、乳幼児死亡の中から、なんとか赤ちゃんを救いたいということで始まった組織になります。で、ここからが活動です。で、岡山県の20年度の、昭和20年度の後半からはもう愛育員は各家庭を訪問するんですね。で、それは保健師と二人三脚になって手を洗うこと、母乳の勧め、赤ちゃんの検診の受診勧奨、ビタミン B 剤の配布、等々で活用をされます。で、愛育員の誕生へはもう、この思いだけです。
赤ちゃんとお母さんの命を守りたい。そこから活動が始まりました。で、昭和30年に入りまして、愛育委員会が、全国、全県組織化されるんですけど、その時に森永ヒ素ミルク事件という、ミルクの中にヒ素が入っている事件がありました。この時には、岡山大学の小児科の先生と協力をしまして、一軒一軒赤ちゃんの家を家庭訪問する。その中で、原因が分かり、解決をする。その時にも愛育員さんが非常に大切な役割を担ってくれてます。それから40年代には母乳育児の大切さを見直されまして、愛育委員会で母乳育児の推進を目標に定めました。で、ここで岡山県の愛育員さんってすごいなって思うのは、外出するときに母乳を飲ませる場所がない。じゃあ、私たちが鉄道管理局に行こうじゃないかということで出向くんですね。で、出向いていって、新幹線に授乳室の設置をお願いしました。現在、授乳室があるのは、岡山県の愛育員さんの、活動の成果なんだというふうに、これは、本当に誇らしく思っております。で、53年の、国会でも取り上げられまして、愛育員さんみんなこれをおっぱい戦争と呼んでおります。で、その時に、いろんな過疎の20年代からの活動がありまして、52年に母子保健三冠王を達成させていただいています。で、隣に、この愛育号ってある車があるんですが、国立岡山病院、ユニセフからも、優しい病院と指定されております。この愛育号を、県北の病院、赤ちゃんが生まれて、未熟児ちゃんだとか、少し、救急に運んだ方がいい、命が助けなきゃいけないっていう人が、なかなか南の病院に運べないということで、愛育員さんが募金をして、救急車を買って、国立岡山病院へプレゼントしたというような背景もあります。で、その後、時代が変わり、感染症予防、健康増進、禁煙、献血、高齢者の声かけ、自殺対策に非常に貢献をしていただいて、もう60年間の活動が今、本当にまた新たな課題に向かって進んでいます。で、この活動を愛育の木一本にまとめたのが、ここになります。これはまた見てください。それからもう最後になりますが、岡山県の保健師っていうのが、その愛育員と共に歩んできた。でも、私たち自身もレベルを保っていかなきゃいけないということで、保健師を巻き寿司に例えると、全国どこの自治体にも保健師いますけど、海苔、それから専門店的なことをやっていこう。シャリっていうのは地域の健康課題って何なのかって、その時々で考えよう。具材は、私たちの専門的コアとして保健師の仕事を全体の海苔巻きのように形に捉えて、またみんなで話し合って活動していくという活動、これ岡山県の保健師プログラムの中に入っております。こんな活動をさせていただいています。で、最後になりますが、子どもたちが晴れやかな笑顔で暮らす生き生き社会、この岡山を目指すために、今は愛育員さんのこの黄色いところの部分の説明をしましたが、学校との連携、本当にいろんな関係機関との連携がなくしては、進んでまいりません。で、現在では、妊娠と年齢の関係、妊幼性と言いますが、妊娠のしやすさ、いつでも子供が生まれると思ったら生まれなかったということの、今、漫画本を作って PR してます。岡山県ホームページ入っていただくと漫画本があるので、少し入っていただくといいかと思いますし、必要であればまた言っていただければ送らせていただきます。あと、妊娠出産に満足しているかどうか、乳幼児健診受診率の向上がどうなのかという、もう目に見える目標を掲げて、この坂道がちょっとなだらかになるように活動を進めさせていただいております。ちょっとももっちが頑張っております。妊娠出産育児の切れ目のない支援がこれからも続けられるように活動を展開してまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。山野井さん、ありがとうございました。岡山県のすごいですね。もう本当に、地域のボランティアもあり、そして子育てのためのですね、なんか非常にいい場所のように思います。岡山に移住したいっていう人は結構いるみたいですね。
い。もうここにも秘密があるかもしれませんね。あの天気もいいし、素晴らしいですね。それではですね、ちょっとここで、今ここまで聞いてきた日本の例を、まあ、どのように感じ、見られてるかって、ちょっとデイビッドに聞いてみたいと思います。Thank you very much for the introduction. And, thank you very much. Firstly, to UNICEF, まず、日本のユニセフ協会に対して本イベントのアレンジを感謝したいと思いますし、また本日プレゼンテーションしていただいたお二人にも感謝を申し上げたいと思います。遠くからいらしてくださいましてありがとうございました。ユニセフとしましては日本の学びを現在コミュニティヘルスといった観点から取り入れてプロジェクトを展開しております。先ほどステファンから説明がありました通り、まさに日本は先鞭を切ってユニバーサルヘルスケアを進めていらっしゃっているわけです。特にその地域ベースの保健医療、コミュニティベースの保健医療、これが日本のリーダーシップが非常に重要であります。我々はプライマリーヘルスケアというのは1978年のアルママタ会議と考えておりますが、実はプライマリーヘルスケアはもっと前から発生していたわけです。中低所得国の中ではそういった地域のコミュニティケアというのが行われておりましたし、特に日本はそのいい実例であると思います。そしてまさに今プレゼンテーションいただきました通り、現在もそういった地域ベースの保健医療が続いているわけです。その重要性に関しては日本が現在体験しているその人口構成の変化、そして疫学的な変化なども関係していると思います。特に新しい感染病が発生しておりますし、こういったものに関しては病院での治療だけでなく、プライマリーヘルスケア段階での治療が極めて重要であります。若干時間もしておりますので、あまり長くお話しするべきではないと思いますが、素晴らしい日本の事例、そして日本の歴史の紹介もいただきましてありがとうございました。まさに今、今日何が起きているのかについて、示唆をするところが大きかったと思います。私の同僚が2名おりますので紹介したいと思います。クマラ・ナサラさん博士であります。ニューヨーク本部にいらっしゃいますシニアアドバイザーの一人です。昨日が彼の誕生日だったのでお祝いを一緒にしましょう。きっと喜んでくれたと思います。それから3列目にポール・グアンカムさん、ユニセフ のザンビア出身の方ですが、ヘルスチーフを務めています。ユニセフはザンビアにおいてさまざまな地域医療のサポートをしております。ありがとうございました。ここまで地域、日本の地域の取り組みについて見てきたんですけども、今更ながら素晴らしいなと私は思います。それではですね、ここで先ほど申し上げましたけれども民間企業の役割について、子どもの命を守るために民間企業は何ができるのか、どうやっているのかということを知りたいというふうに思います。で、SDGs の目標の 3.8 というのがあるんですけども、これは保健ケアサービスのアクセスだけではなくて、医薬品やワクチンのアクセスを全ての人に保障するということを含んでおります。で、例えばですね、ユニセフはたくさんのワクチンを買っているんですけれども、今はですね、それ以外にまだワクチンが開発されていないようなものもあります。例えばリオのオリンピックの時にですね、自家熱というのが入りましたね。こういった感染症とか、エボラもそうですよね。それからまた今問題となってますのは抗菌薬が効かない
薬剤耐性という問題も出てきております。でこういった分野はですね、非常に高度な、しかも非常にその、大量の資金も含めてですね、戦略的な投資が必要になってきますので、民間企業の力って非常に大切です。それでこういった努力をしていらっしゃる一つの企業としてですね、グローバルな製薬企業として、武田薬品の取り組みについて、玉室さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは、武田薬品の玉室でございます。今日はこのような席に立たせていただけて大変光栄に思っております。それでは私の方からですね、簡単に、弊社の取り組みに関しましてご説明をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。一番最初にこの、SDGs、もう皆さんはもう説明もいらないかと存じますが、私自身も今年の7月に国連のハイレベルパネルに一応参加させていただきまして、勉強させていただきまして、この SDGs というのは非常にその大きな流れになっているということを肌で感じてまいりました。で、この中でも特に私どもで考えておりますのは、もうこれは様々なステークホルダーからの共通言語であろうと。特に私どもは製薬企業でございますので、特にこの3番目のところでございますね、グッドヘルス&ウェルビーイングというところ、そしてあと17番目のパートナーシップというところですね。これ実は製薬企業の最近の業態でも申し上げますと、もう今まではその自分の研究所を作りの中でできてきたものを自分の開発部隊が作って、それを自分たちで売ってたというビジネスモデルでございましたが、もはやもうこのモデルでやってる会社は一つもないと思います。やはりその自社の中だけで物を作るということが極めて難しくなってきております。そのためもう研究開発の段階でも自社だけに限らず大学とか他の会社とかのパートナーシップというのを盛んに行っているという状況でございます。そういう意味で見てみますと、この SDGs のゴールの17番というのは非常に我々にとっては分かりやすいものになっております。この SDGs に関してですけれども、社内でいろいろ議論をしているんですが、非常に目標が分かりやすいという議論が聞かれます。どういうことかと申しますと、以前の MDG と比較してよろしいのかどうか分かりませんが、以前の時代はその事業領域と、それから事業以外の企業市民活動の領域ってどうもなんか違う方向を見て、違うステークホルダーを見ていたような印象を感じております。ところがこの SDGs という一つのキーワードのもとに自分たちの事業を考えてみますと、もう向いている方向は同じではないか、社会の方を向いてその中に顧客がいるということがよりクリアに分かるようになったのではないかと考えております。で、これが弊社の企業活動および企業市民活動の考え方でございますが、私どもの社長は今うちの会社も230年以上の歴史があるんですが、今の社長はフランス人でございます。で、彼は2014年に来た時からですね、常にここに書かせていただいている1番2番3番4番ペイシェント、トラスト、レピュテーション、ビジネスも口うるさいほどずっと言っております。趣旨としましては、ビジネスは最後だと。最初にまず患者さんのことを考えなさい。社会との信頼を作りなさい。そしてしっかりとレピュテーションを作りなさい。そしてビジネスをしなさい。というコンセプトが、彼の信念でございます。後ほどちょっと写真で紹介させていただきますが、で、その中で私どもの考え方としても、企業としての活動と、それから企業市民としての活動、これが持続的な企業の成長につながり、それが持続的な社会の成長につながるという形で考えております。あとはその弊社の取り組みでございます。あえてサスティナブルバリュークリエーションと書かせていただきました。以前は CSR と申しておりまして、私の肩書きも CSR ということになっているんですが、主に私がやっておりますのは、グローバルヘルスの活動と、ここでちょっと触れませんが ESG に関する対応と、日本における企業市民活動をカバーしておりまして、それを表現する一番わかりやすい言葉はということで、サスティナブルバリュークリエーションという言葉を使わせていただいています。ちょっといろんなことを書かせていただいているんですが、いわゆる左上のアクションがアクセスとメディシンの活動で、右下のアクションが私どものチームでやっておりますグローバルな CSR の取り組み、サスティナブルバリュークリエーションの取り組みと位置づけさせていただいております。弊社の社内的な状況から申し上げますと、この左上のエクセスとメディシンの取り組みというのはシンガポールにある拠点でやっておりまして、主にビジネスに近いフィールドで、私どもがやっております CSR、 サステナブルバリュークリエーションの取り組みというのはノンプロフィットの、いわゆるフィランソロピーのフィールドという切り分け方をしております。
私どもですね、そのクリストファー・ウェバーが社長になりまして、そして2年経って2016年から、グローバル CSR プログラムというのを取り組み始めました。これはどういうことかと申しますと、クリストファー・ウェバーの考え方もございまして、やはりペイシェントだと。で、やはりグローバルヘルスの領域でしっかりと貢献することをやりたいという強い思いがあり、利益の一定の割合をグローバルな大きな NGO の方と取り組んでパートナーシップを組んでグローバルヘルスに貢献するということを当てるということを決めました。で、その中で、ここにもユニセフさんの例、2017年の取り組みとして、最初の1000日のプログラムと、ユニセフさんとパートナーをシップを組んで、実施させていただくことになりましたが、ちなみに2016年にも3つのプログラムを選んでおります。団体さんの名前は控えさせていただきますが、いずれも大きな団体さんと、例えば世界中のはしかのワクチン、500万人の子どもにはしかのワクチンを配布するプログラムでありますとか、やはりその母子保険でございますね、また少数民族の母子保険ということで、3つの団体を選んで、2016年度には 17.5 億のコラボレーションをさせていただいております。そして今年の2017年度につきましては総額で 27.5 億。ユニセフさんを含めまして、あと2つ。1つは、その被災された方ですね、難民の方ですね、支援をする。それとあとアフリカの女性の権利と人権を守る団体とコラボレーションをさせていただいております。で、このプログラムを選ぶ際に、会社としても一つユニークな取り組みを考えております。その中に一つが従業員投票というプロセスでございます。これはトップの強い意向もありまして、やはりグローバルな従業員約3万人いるんですが、彼らにしっかりとこういうプログラムがあるんだというのを説明して投票をしてもらいたいと。それはやはりそのグローバルヘルスに関しての意識を非常に高めたいという強い思いの表れでございます。我々もいろいろ案を出しまして、今それで2016年と2017年と実施をしているところでございます。で、あと三大感染症に関する取り組みといたしましては、グローバルな CSR のプログラムとは別に以前より、グローバルファンドさんと組ませていただきまして、エイズ結核マラリアに対しまして、2010年から2019年の間で、10億円を寄付させていただく取り組みに参加させていただいております。その会社の規模といたしまして、やはり徐々に大きくなってまいりまして、社長も外人と言ってよくないですよ、日本人ではなくてフランス人、そしてトップマネジメントも海外からの多くの方が来られるようになって、私どもの仕事としては、こういう言い方が許されるのかどうか、やはり、話が今までよりは通りやすくなったというのをちょっと個人的な感想としては持っております。やはりマクロの話やグローバルの話、グローバルヘルスの話に関して、やはり非常に感度が高い人が多いということを感じておる次第でございます。で、これが先ほどはじめしました私ども社長のクリストフ・ウェバーでして、彼は2014年に入社いたしまして、それ以前は GSK というイギリスの会社の中でワクチンの担当などをしておりました。そういう観点からも実際話をしてみますと、確かにペーシェントトラストビジネスというのは最初はこれは本当に心の底から言ってるのかと思っていたんですが、やっぱりかなり自分の信念に近いところのものだなというのがよくわかります。このような感じの中で、私ども製薬企業としてグローバルヘルスの取り組みに、これからも様々な一定の規模感を持って実施してまいりたいと考えております。以上、ご清聴どうもありがとうございました。玉野さんどうもありがとうございました。グローバル企業ですよね。もうすでに日本の製薬企業、非常に長い歴史のある企業ですけれども、グローバル化してまして、またグローバルに考えることで、SDGs に貢献していこうと。で、一つおっしゃったことは、これまではそのペーシェントと、それから、あと、なんて言いますか、企業の社会の、が、こう、逆を向いてたっていうかね。だけれども今は、一つの中にあるということですね。で、これはSDGs の、横断的な原則って言いますかね。その中にユニバーサルっていうのがあって、ユニバーサルヘルスカバレッジもまさにそのユニバーサルということなんですけれども、それからインクルーシブという言葉を非常に多く使いますね。ノーワンレフビハインドとも言いますけれども、それからトランスフォーマティブっていうのがあるんですね。トランスフォーマティブっていうのは、
まあ、ある意味ですね、これまで先進国はまあいいから途上国を変えようというね、支援してあげようということだったんですけど、実はそうではなくて、そのアクションを取る人たちもですね、協力しながら自分たちも変わっていくということなんですね。ですから、その中には全てのパートナーが含まれていますから、企業もトランスフォームしながら、SDGs に向かって、SDGs の、目標達成に向かってね、変わっていく。これはもう個人もそうですし、社会全体もそうですね。ですから、そういう中で、一つの例を見せていただいたというふうに思います。それでは、この日本の企業って言いますか、もうグローバル企業ですけれども、の取り組みについて、デイビッドの、コメントをもらいたいと思います。How did you find this example?いや本当に素晴らしい事例を伺いました。武田様に感謝をしたいと思います。このような素晴らしい進歩を CSR の領域で解けられたことに感謝申し上げたいと思います。私の質問は、民間セクターに対してユニセフとして、イノベーションを含めてどういう期待を持っているかということなんですけれども、世界における三大経済、アメリカ、中国の後はヘルスセクターであります。世界におけるセクターの支出ということを、例えば国家セクターにまたがって比較をしますと、ヘルスセクターというのはアメリカ、中国に次ぐ規模になるわけです。そしてそのうちの大きな部分は民間によって支出されております。ものなのか、サービスなのか、ワクチンなのか、あるいはその人件費なのか、そういうことを考えても、そのプライベートヘルス、民間の医療ということの支出が大きくなっております。そういう中で我々としては、民間のヘルスセクターがより大きな役割を果たしていただきたい。そしてパブリックなサービスを、この支払いのできる人たちだけではなくて、支払いのできない人たちに対しても向けていただきたいと考えております。エクイティ、公正さを持ったデリバリーをしていただきたいということであります。多くの国々において、人々はパブリックの支出を受けたプロバイダーにアクセスできないようになっています。ですので、そういった公共だけではなくて、より民間セクターにもパブリックのためにデリバリーをしていただきたいと思います。あるいは無料ですとか、あるいはその貧困の人がベネフィットを享受できるような形でサービスを提供していただきたいと思っております。また民間のプロバイダーにはより情報を提供していただきたいと思います。どのようなサービスを提供しているかについての情報を提供していただきたいと思っております。今公共のプロバイダーがどういうことをしているかということはよく知られているんですけれども、民間セクターがどういうことを行っているかについては十分知られていません。また健康においてどういう状況が起きているかということについての情報についても教えていただけると思います。例えばどのような疫病が今起きているのかとか、どういった治療を今行っているのかについても情報を提供いただければと思います。最後に、民間のプライベートセクターについてですけれども、多くのイノベーションというのは、ヘルスセクターに関する多くのイノベーションは民間から来ております。ケニアでは今、支払いを携帯電話を使ってしております。これは民間が始めた開発であります。そして非常に早く発展をいたしました。3年か4年の間で急速に広がったんです。ですので、ヘルスケアサービスに対する支払いというのは、今ケニアにおいて非常に簡単になりました。現金はいらないんです。そして瞬間的に支払いができるようになりました。これはプライベートセクターのイニシアチブとして行われたものです。同じようにヘルスの、あるいはワクチン等の開発のデジタル化も進んでおります。武田においても情報の提供、メディアについて行っているという話を伺っております。また支払い等々についても民間セクターでやっていただける方が多いと思っております。ですので PP、 プライベート、あるいはパブリックの中でできることはたくさんあると思っております。そして先ほど申し上げましたように、民間としてのエクイタブルな公正を念頭に置いた貧困層にも目を向けた活動をしていただきたいと思っております。ありがとうございました。ここまでですね、地域での取り組み、日本での取り組みですね、それから企業の取り組みということで、話を聞いてきました。
この地域と企業、何か、そうですね、坂本先生、何かコメントが、ございました。お願いします。はい、実はですね、佐久総合病院は長年、農民と共に、go to the people という、精神で、実は医療をですね、ビジネスと捉える考え方で一線を画してきましたんですね。で、しかし、地域に出るということは、これは地域の企業と連携することも含んでいるわけです。企業との連携を否定するものではありません。実際、誰一人取り残されない、SDGs 実現するためには、企業の発想力やイノベーションは不可欠です。先ほど武田薬品さんの活動非常に感銘を受けましたが、地域の健康を向上できる方法として日本企業の取り組みというのは目を見張るものがあります。例えば、パナソニックさんですね、ソーラーランタンを使って部屋を明るくするような活動を行っていらっしゃいます。私以前臨床医で、ネパールでですね、ボランティアの小児科医としてネパール中部の診療所で、小児科医で働いていたことがあります。当時ですね、今もそうですが、ネパールは水力発電が中心なんですね。したがって寒気は停電が多くて、かとまずは1日10時間以上の停電があります。そうすると、子どもたちは勉強するにはですね、朝早くに屋上に登ってですね、そこで教科書を広げて読んでいるわけです。勉強できる時間は非常に限られます。もし夜も明かりが得られるのであれば、それで生活の質や子どもたちの生活も大きく変わるのではないかなというふうに考えます。ただ、一方的にですね、与える形になることへの懸念を私は持っています。例えば、プライマリーヘルスケアの原則から言えば、住民自らの取り組みに昇華する必要があるんですね。企業の活動を住民の取り組みに昇華するためには、何が必要なのかということになります。私は企業の人間であり、非常に僭越にはなりますが、一つお話したいのは、常にですね、住民のニーズを的確に把握して、それに応えるという企業の姿勢なんじゃないかなというふうに考えています。当院の取り組みを一つですね、例に挙げて、お話したいと思います。当院は1947年に病院給食を全国に先駆けて、開始しました。このきっかけは栄養状態が悪くて、手術が成功しても患者の回復が遅れるという現状だったんですね。食糧難の中でこれは無謀だろうという意見がありましたが、若月は地域の農家の協力を求めて、米野菜を手に入れ、豚や鶏を飼育してこれを達成しています。なぜそれを達成できたのかと言いますと、これは病院職員が出張診療や衛生コアを通じて地域の人々とすでに結びつきを強く作っていたからです。またこの行為自体が治療の一環としての確たるニーズがあったからです。この事例は私の恩師である中村康秀教授の言葉を借りればですね、近江商人の三方よしという考え方、精神にもつながるというふうに考えています。三方よしとは、売り手よし、買い手よし、世間よしという精神ですね。売買の当事者だけではなくて、その取引が社会全体の幸福につながるものでなければいけないという飽きんどの精神です。その結果、日本の企業は古いのれんを守りながら新しい技術を取り入れてまいりました。武田薬品さんも先ほど200年以上の歴史があるというふうにおっしゃっています。株主の利益だけを考えるのではないというこのいわゆるアキンドのですね、DNA を失わないで SDGs に参入することで、欧米の企業と一味違った日本の独自の協力ができるのではないかなというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。大変。重要な、なんて言いますか、価値観とその企業との関係ですね。それが地域との関係、ご紹介していただきました。それではですね、山野井さんにも、この、点からお話をお聞かせいただけますか。地域とこの企業との関係で。岡山県におきましては、その母子保険の、現在の母子保険、少子高齢化で、虐待も、なんとかなくそうということで、妊娠、出産、育児の切れ目のない支援の中で、企業と直接、協定を結んでいるということは、県としてはございませんが、ただ、生活習慣病の重症化予防を今、行っております。その中では、民間企業と協定を結び、生活習慣病をいかにそのなくして、少なくできるか。それは児童思春期の頃からの食の安全、食育の推進の観点からも、協定を結びながら、全県で、この、本当に先ほども岡山県で住んでみたいって言っていただいたんですが、岡山県に住んでよかったという、健康で、長生きできる健康寿命の延伸も含めた活動も同時に推進しておりますので、そこの原点は、やはり子ども、主役が子どもになりますので、いろんな関係団体、その企業も含めた、マスメディアも含めた、皆さんの協力をいただきながら進めていく必要があると考えております。
そうですね、玉室さんもおっしゃったそのパートナーシップの部分ですね、これをやはり地域も、まあ、病院もですね、企業も、やっていかないといけないということだと思います。そうですね、大体その、今日の予定でお聞きすることは聞いたんですけど、最後にここにいらっしゃるパネリストの方々にですね、それではさらにその子どもの命を守るために何ができるのか、これからどうやっていけばいいのかという、少し未来の話、あるいはこれからの戦略ストラテジーの話をしていただきたいと思います。今山野井さんにお聞きしましたので、じゃあその玉室さんからお願いできますか。いろいろありがとうございました。もう一言で申し上げますと、もう本当に、何と申しましょうか、今本当に、まあ、グローバルヘルスの領域においてどのようなことが問題になって、どのような手法があるのか、でその中で自社で何をやってなくて、自社の、また自社の強みが活かせるのはどこかというのを見極めた上で、効果的に資源を投下していくことで、グローバルヘルスに貢献していきたいと考えております。アクションあるのみと考えております。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、坂本先生、よろしいですか。お願いします。はい、私は小児科医なんですけれども、小児科医としてまあ日々、まあ、子どもの代弁者たる、小児科医として、まあ、子どもたちに何ができるのかっていうのを日々、考えて、おります。で、まあ実はちょっとですね、話ずれてしまうかもしれないんですが、地域福祉というのが今あります。で、特に地域医療っていうと今、まあ、高齢者の話題が中心になっているんですけれども、まあ、高齢者の、医療を考える上でもですね、実は子どもというのはすごい大事なんですね。なぜか、それはですね、まあ、私の上司の、北澤明の言葉なんですけれども、地域福祉は子どもを巻き込むとうまくいくという言葉があります。それは何か、例えばですね、地域の福祉祭りですね、子ども向けの要素を入れると、子どもを連れて親が来ます。そして、孫が来るからということで、おじいちゃんおばあちゃん来るんですね。つまり、子どもが媒体となってですね、すべての世代を巻き込んだ地域おこしの活動というのは可能になるわけです。展開できます。そういったですね、不思議な力を子どもというのは持っているわけですね。それはですので、まあ、これは日本のですね、地域医療を考える上でも、子どもというのは今後もキーワードとして考えていくべきなんじゃないかなというふうに思っています。これからまあ小児科医として引き続き子どもの健康完全するための取り組みを微力ながらお手伝いしていきたいと思っております。ありがとうございます。それでは山野井さん、お願いします。岡山県では結婚、妊娠、出産、育児、これを切れ目のないような支援を作っていこうということで、結婚して出産していただかないと子供が増えないという時代になりました。で、いろんな結婚のサポートも、お見合いのような形を行政が手を出す。これって、数年前には考えられなかったことですが、それは実際に行われる。ただ、子供を持ちたい人が持って、子供が生まれる。これが一番幸せなことですが、不用意な妊娠、それから、岡山県で今、梅毒が非常に急増している。それも13歳の梅毒の患者さんがいた。とかということを聞くと、本当に思春期の問題も大事な課題と思っております。で、一方で虐待の死亡は減したい。で、これも大きく望みを持っておりますし、発達障害児のトータルケアの問題もあります。時代が感染症や母子保健、子供が亡くならなくなったけれど、新たな課題がいつの世もいっぱい出てきます。その新たな課題を少しでも克服できて、一人の行政だけの力ではどうにもならない。そこをみんなの力で、なんとか、健やかな育ちが支援できるように働きかけをすることができたらなと思っております。以上でございます。ありがとうございます。妊娠、出産、育児、切れ目がないということで、まあ、これグローバルヘルスの中でも最初の千日ということですごく重要ですし、まあ、ユニセフも昔からライフサイクルアプローチというのを取ってましてね、これはまあ子どもが大人になるまでの間をずっと見ていくということなんですけども、やはりそこをずっとこう切れ目がなく
その時に必要なことをやっていくっていうことは非常に重要だと思いますし、そのためにはさまざまなことをさまざまなパートナーとやっていかないといけないということだと思います。本当にありがとうございます。それでは最後のコメントをデイビッドに聞いて、それから皆さんに回したいと思います。ありがとうございます。ユニセフは健康戦略を2016年から2030年に向けて持っております。これは SDG の規範であります。フォーカスは3つの領域にあります。1つ目はエクイティ公正であります。これについて既にお話しいたしました。最も貧困で最も脆弱な人のようにフォーカスをするということであります。ですので SDG が促進されるとともに、全ての人々が適切な質を持ったサービスに財政的な困難なくアクセスしてほしいと思っております。ドナー国もやはりそのようなフォーカスをしております。2つ目のフォーカスはクロスセクターのプログラムであります。つまりヘルスセクターだけではなくて、栄養、農業、そして子どもの保護、教育等々がクロスセクターで取り組まれる必要があるということです。ヘルスセクターというのはそれだけのために活動しているわけではなくて、多くのセクター、社会だけではなくてまた経済の面も含めて、やはり人々の健康に変わりがあるからであります。私がフォーカスをしているのはシステムの強化であります。ヘルスセクターというのは例えば予防注射とか、あるいはマラリアとか結核とか、そういった縦割りの領域だけではなくて、また水平的なものにも取り組んでいます。例えば情報システムであるとか、あるいは調達サプライのマネジメント、あるいは民間セクターとのエンゲージメントの質であります。子どもの生存に対しては新生児にフォーカスをしております。ご存知かもしれませんけれども、今週5歳未満の死亡は最初の生後1ヶ月に起こるということが今週もたくさん話されました。最初の時期というのは人生のうちで最も危険な時期なのです。おそらく次に危険なのは最初の1日、そして最初の1週間であります。子ども時代の多数の死亡がこの時期に起こるのであります。そしてここの領域において世界はまだ他の領域に比べて進歩が進んでいないということであります。ステファンが先ほど表で示した通りであります。ユニセフは今ケアの質の改善をしようとしております。クオリティ、そしてアフターバース、これは非常に関わりが深いです。質のいいものがなければ、そして信頼されなければ、これらのサービスは使われません。ですのでケアと両立は非常に大事であります。同じように、まあ、すでにお話ししましたけども、予防そしてマラリア等に関するシステムの改善もやはりとても大事なものであります。これらの領域が今ユニセフが今後数年間フォーカスしていくところであります。また新生児の死亡率といったまだ未完の問題ですとか、 UHC の強化などもフォーカスを続けていきます。また我々は子どもの時代のより後期の青年期にもフォーカスをしてまいります。ありがとうございます。ありがとうございました。ここまでですね、4人の方と一緒に、パネルディスカッションを行ってきて、その前にですね、ステファン・ピーターソンの方からそのユニバーサルヘルスカバレッジについての、説明がありましたけれども、ここで皆さんいろいろ質問が聞いてみたいことがあると思いますので、特にステファンはですね、若いプロフェッショナルにどんどん手を挙げろと手を挙げろとは言えなかったかもしれないですね。こうだと言えというふうに言ってましたけれども、ぜひ皆さんのご質問を
お聞きしたいと思います。ごめんなさい、日本ユニセフ協会の海老原と申します。すみません、身内で。ユニバーサルヘルスカバレッジの中には財政的な負担がなくというところがあって、そこに関する、まあ、どうやったら特にやっぱり手術とか外科とかですね、非常にやっぱりどうしてもお金がかかる医療サービスというのはあると思うんですね。そこを、まあ、ユニセフはどんな工夫をしているか、まあ、デイビッドにちょっと聞きたいなと思いました。ありがとうございます。もうこれは、デイビッドということですので、じゃあデイビッドに聞いてみたいと思います。 So, I think what Mr. Ebihara is asking about is, 海老原さんのご質問は、ユニセフとしてその貧しい方々が支払い可能な保険医療サービスをどのように享受できる、サポートができるかということだと思います。SDG3.8 ではユニバーサルヘルスカバレッジが一つの指標となっていますが、まずサービスへのアクセスが重要であります。そこで支払い可能な費用ということも極めて重要です。そういった形では無料でないしは患者の支払いが政府によってカバーされる形、これは保険制度ないしは何らかのメカニズムを通じて国がそういった貧しい方々の医療費を負担するということになると思います。ユニセフは場合によってはキャッシュトランスファープログラムを貧しい村落ではサポートしています。この点ポールさんが非常に詳しいので後ほどお話しいただくことも可能だと思いますが、貧しい家庭へのキャッシュの配布、これは貧しい家庭が医療を受ける上で大変重要であります。というのも必ずしもその医療サービスを受けるコストというだけではなくて、その医療機関に向かうための交通費というのも大きな負担となっています。先ほどもお話がありましたが、例えば所得を得る機会がなくなってしまう、もしくは家を留守にすることができないから医療を選択しないという方が実際いらっしゃいます。場合によっては現金と引き換えに医療を保険を医療サービスを受けてもらうと、そういったことも必要となります。ユニセフとしてはそこまで関わっておりませんが、ヘルスサービスのための資金獲得のサポートというのも国家としては必要となると思います。それは新しい税収源であったり、農業もしくはその他その石油などに対する補助金を減らす、もしくはアルコールやタバコ税などの増税といったことも可能性かもしれません。国家としてはいろいろな選択肢があると思いますので、そこにはあまりユニセフは関わっておりませんが、効率性を高めるということも非常に国家としては重要かと思います。デビットさん、ありがとうございます。私から一言、ユニセフのプログラムの実地での特にザンビアにおける経験を共有したいと思います。ザンビアの国民は非常に貧しく、1日あたり1ドル未満で暮らしている方が多くなっています。ですので医療センターで無料のサービスが提供されていても、そういった方はその場に足を運ぶことができません。そのためにも社会的な保険が必要であります。貧しい方を特定し、毎月何らかのキャッシュをお渡しすることで必要な医療サービスを受ける、もしくは必要な公共交通機関を使って医療機関に行くことが可能になる。
そうしませんと、その健康センターに行くために家畜を売り払ってしまう。そうするとさらなる貧しい状況に置かれるということになりますので、そのようなさらなる貧困を回避するべく、こういったキャッシュプログラムが行われています。ちょっと私の方から今ので付け加えさせていただくとですね、1978年にプライマリーヘルスケアが宣言されて、それからさまざまな取り組みがなされたんですね。でその中の一つで重要だったのはそのファイナンシングの部分だったんですね。それでこれヘルスプロフェッショナルになろうっていう方に知っていただきたいんですけども、1988年ですね、プライマリーヘルスケアから10年経った時に、アフリカ諸国ですねのヘルスミニスターが集まって、バマコっていうところでバマコイニシアティブというのを合意したんですね。でこれの中にはそのコミュニティのレベルで、いかにそのファイナンシングをやっていくか、でそれをその政府がどうサポートしていくかということなんですけども、やはり今言われているのはもっとこのトップレベルでのね、国のファイナンシングの仕組みをきちっと作っていこうと、でそれをその全世界でやっていこうというふうにさらにこうワンステップね進んで、もっとその皆が健康を享受できるようにというふうに進んでるんじゃないかなというふうに思います。はい、増田康介です。大学4年生です。最近このユニセフにちょっと興味を持ち始めたので、ちょっと質問の質が悪いかもしれないんですけど、先ほどの5歳未満の子どもが亡くなっているのが減ってきているっていうのは事実で、その新生児の子どもたちの減少がちょっとなんて言うんでしょう、減りが少ないというかっていう形なんですけど、今後ユニセフがやっていくその新生児に対するそのアプローチというかっていうのは、その減ってきていない大きく減ってきていない現状をどうこう打破していくのかなっていう質問です。デイビッドさん、先ほどのプレゼンですね、ステフェンさんのプレゼンで公平性というキーワードがありました。つまりなるべく多くの人口にケアを届けなくてはいけないんです。新生児の死亡という意味では、まず医療機関で出産を行うということが重要です。そしてヘルスセンターの質も極めて重要であります。質クオリティといった際には、それぞれ、その個別でこれが高い質だといった評価があるかもしれません。非常に有能なドクターというのは当然高い品質ではあります。しかし一般市民の目に立ってみますと、医療機関がきれいで清潔で外がきちんと塗装されていないと、どんなに質の高いドクターが揃っていようと、その医療機関に足を運ぼうと思わないわけです。また生まれた瞬間、7日、そして28日目といった一番その死亡が集中している期間における戦略の策定が必要であります。ユニセフとしましては、各国政府とこの最初の28日に死亡が集中していますので、そこでの介入を強めるべく政府と協業しています。他にもいくつか技術的な要素がございます。私はマラウィで2年間1990年代初頭に地区のヘルスオフィサーとして働きました。当時帝王切開などを行っていまして、非常に難しい出産も経験しました。出産した後、母親がずっと出血が止まらず手術台を離れることができませんでした。その時看護師が何をしているのかと見たところ、看護師はその赤ちゃんに対して酸素を吸入したり、その
軌道がクリアでなっているということも確認していませんでした。つまり蘇生をきちんとしていなかったので、その赤ちゃんはたった2日で死亡してしまいました、まあ、私がその母親にかまけていてきちんと見れていなかったということもあるんですけれども、この体験は一生忘れることがないと思います。帝王切開であれ通常の出産であれ、一番危険なのが出産時であります。でその次に危険なのが生まれた後の1日2日です。ポールが言ったように病院での出産というのが重要です。しかし単なる医療機関だけではなくて、有能なその医療従事者がサポートしなくてはいけません。それはドクターというだけではなく、もしくは助産師というだけではなくて、その生まれた新生児のケアという意味でも同様であります。また出産後の24時間、それから最初の7日間というのも死亡が多くなっています。多くの場合新生児は寒くて死亡します、まあ、気道を確保していなかった、もしくは寒さに対してその温めることが不足していたからです。こういったことは決して日本ではないと思いますが、しかし私がマラウィでその医師として働いた時はそういったことを経験しました。本当に予防できることなのにそういった死が起きるというのは悲劇であります。その他でも、十分その予防可能な感染症で死亡する場合もございます。実際新生児の死亡の多くは優れた職員もしくは優れたサポートがあれば十分回避できるものです。すでに帝王切開を経験していたり、すでに多産である場合はよりリスクが高くなりますし、女性の中でもいろいろなリスクレベルありますが、しかし出産というのは必ず何らかのリスクを伴います。その中でもリスクを特定していくことが重要だと思います。それから母乳というのも非常に重要であります。なるべく出産後早い段階で母乳での育成をするというのが重要であります。特に最初の1年間の死亡率を低くする上では重要であります。今デイビッドの話を聞いてますとね、彼のマラウイでの、出産時の経験、それは彼のユニセフのスタッフとしてというよりは自分がこう、使命感を持って保健のことをやっていくというそのなんか原風景みたいなものですよね。でこれはもう私も経験がありましてね、いくつか経験があって、ナミビアの独立前後にいたんですけれども、その時にヘルスのチーフですねと一緒にナミビアの北部に行ったんです。そうするとまだプライマリーヘルスケアもちゃんとできてないんだけども、とりあえずヘルスセンターあるんですね。でそこでまあヘルスセンターの様子を見に行ったら、子供が乳児が痙攣を起こしてるんです。でこれをどうやって止めたらいいか、そこにいる看護師保健師分からなかったんですね。で彼がやってたのは自分で処置をしながら、これはねこういう理由でこうやってやるんだというふうにもうその場で自分でやりました。でほとんどまあユニセフの職員としてそういうことはやらないんですけども、独立直後のナミビアではそれが必要だったんですね。でまあそれはある意味私にとっても原風景になってます。そういう意味で素晴らしい話をデイビッドはしてくれたと思います。田村さんに質問してもよろしいですか。武田の CEO がここまで CSR にコミットメントがあるといったことに非常に感銘を受けました。長年
働き勤務されていると思いますが、これは日本会社にとって日本の企業にとっては一般的なんでしょうか。先ほど、そこまで一般的ではないような印象を受けたんですけれども、このようなその企業哲学、企業思想というのは Why do you think that is more prevalent here than in other countries? なぜこの日本の企業で強くなってきたんでしょうか。もしくはなぜ御社の方が強くなったんでしょうか。いい質問をいただいたなと思ってます。で、まあ趣旨は2つあると思ってまして、まあこういう取り組みが、まあ日本企業にとってまあ、コモンなものかどうかっていうのは、ユニークなものかどうかっていうお話と、まあ、ちょっと今、シェアプライスのお話もさせていただいた、されたので、私、以前、IR っていう、投資家を追っかける部署におりましたので、それの踏まえてお答えをさせていただければと思うんです。まず最初の日本企業としてコモンかって言われると、ちょっと変わってるかもしれませんね。少しユニークな取り組みかもしれません。ただ、まあ、長い歴史の中で、まあ、弊社でありますとか、他の日本企業の中でも、先ほどお話が出てました、三方よしですね。売り手よし、買い手よし、まあ、世間よしという考え方は、まあ、製薬業が命に関わるものだという認識して働いているものは、自然とみんな意識の中にはどこか持っていたと認識しています。ただ、それがある程度の大きな金額を持って動かすといったときに、多少躊躇してしまうのが、一般的な形であったかとは思います。そういう意味では、その弊社の場合は、日本の企業と比較すると比較的ユニーク、まあ、クリストフ・ウェーバーという強力なリーダーシップがあったので、まあ、実現できているというところがあるのも一つだと思います。ちょっと2点目ですね、私のインベスターリレーションの経験から言わせていただきますと、株主の意識も最近は変わってきていると認識しております。皆様方も ESG という言葉をお聞きになられたことはありますでしょうか。つまりその投資をするに際して E、エンバイロメント、S、ソサエティ、で G はまあガバナンスなんですけども、こういったところにしっかり高い評価を得ている企業に投資をしていきましょうという動きが近年非常に大きくなってきています。ですからその投資家の意識、まあそれから株主、または皆様がちょっと株式を買う際にですね、ちょっと胸に手を当てていただいて、まあもちろん儲かる企業でリターンがいい企業に投資をしたいという気持ちはあるかと思いますけども、本当にそれだけなのか、もしかしてちょっと違うことを考えていらっしゃるのかどうかっていうところだと思うんですね。数字の上ではその ESG の投資家の数は2012年で世界の投資の 10% 程度だったんですが、2014年になりますとそれが 20% 近くなっておりまして、2016年の正式な統計はないんですが、いくつかの情報をつなぎ合わせますと、まあ、30% 近くなっているという話もありますので、そういう意味では投資家の意識、株主の意識も変わりつつあるということは一つ申し上げれるかと思います。インデックスもありますよね。やはりこの倫理的な投資を行っているところにこう示すようなインディケーターあると思います。CSR というのは、やはり、まあ、環境とかそういったものには関わりますけれども、私と同じように、まあ、投資に関して、まあきまあ、緊張するようなタイプであるとすると、そういったエシカルインベストメントにこうフォーカスをするようなところに投資できると思いますね。それではですね、もうそろそろ時間ですので、ここで終了したいと思うんですけれども、今回、そのユニバーサルヘルスカバレッジということで、先ほど言いましたようにね、まあ、コミュニティレベルでやってたのをこの国レベルで、それで全世界にやろうということなんですね。で、これは全ての人がということなんですけども、例えばね、これはヘルスだけではなくて、インカムの、場合もね、ベーシックインカムという考え方がありますし、まあ、これから、やはりその、全ての人が、健康で、そして、豊かな生活を送れるようにということが、大事だと思いますね。それで、特にその中で、これからの将来をね、担っていく子どもたちへの投資っていうのは、ある意味、投資としては、最善の投資と、エティカルでもありますし、それからリターンも一番大きいというふうに思います。ですから、この分野での、やはり、我々一人一人のアプローチといいますか、コントリビューションというのはすごく重要だと思います。それから先ほど
議論していただいたように、企業そのものも変わってきているということですね。で、企業そのものが変わるためには投資家が変わらないといけないということですね。で、今それはそういう時代に入ってきていると思うんです。つまりこれまではお金投資したのに対していかに儲かるかということが自分たちの幸せにつながってたんだけれども、いかに儲かるかということだけを追求してしまうと、これはもう気候変動の問題、それから格差の拡大の問題、そういったものを考えても、これじゃあもう我々の未来はないなという時期に入ってきている。21世紀はそういう時期だと思います。ですから、その時にじゃあ投資です、投資もですね、価値ある投資っていうのはお金が儲かる投資ではなくて、地球を救える投資、それから我々のこの地球をですね、さらに豊かにしていく投資、そういったものになっていくということなんじゃないかなと思います。日本には三方よしという考えがあるというふうに、おっしゃいましたけれども、非常に、なんて言いますか、ワイズな、そういう考え方、我々の中にもあったと思います。だけれども、ある時点からね、もうとにかくお金を儲けるっていうことが、お金の増大イコール、幸福の増大になってしまってね。それは多分その、高度成長の中でも始まったと思うんですけれども、それをもう一度考え直さないといけないと。で、それをまず我々の非常に近い、健康から全ての人が享受できるようにやっていこうという、そういう流れが今できていると。で、まあ、それに、日本が、イニシアティブ取ったっていうことは、これは、私は称賛できるんじゃないかなというふうに思いますし、会議だけではなくて、実施の面でも、これから、やっていきたいと思いますし、で、これは、その世界だけではなくてですね、我々のコミュニティ、我々の、家庭、それから、我々を取り巻く環境すべてで、これが、行われないといけないんじゃないかなというふうに思います。今日は、ステファンはもう言ってしまいましたけれども、ステファンのユニバーサルヘルスカバレッジの、説明、非常にさすがに大学教授もと分かりやすい説明をしてくださって、それから、地域の取り組みについてですね、お二人の方にお話しいただいて、それから企業の取り組み、そして、デビッドの、グローバルな経験、そしてポールも含めてね、協力をしてくれて、大変私にとってはためになる、いい会になったんじゃないかなと思います。それから質問してくださった方もありがとうございます。ちょっと身内のような方もいましたけれども、大変いいご質問だったと思います。それから参加者の皆さん、どうもありがとうございました。これでパネルディスカッション終わりにしたいと思います。どうもありがとうございます。